どうも、Kチャンネルです。今回はね、今現在いる場所が JR 西明石駅です。これからね、ドクターイエローを撮っていきたいと思います。では行きましょう。はい、ではね、早速券売機で入場券を買います。はい、で、入場券買えたので早速改札入って、ね、取っていきたいと思います。僕ね、西明石駅の新幹線ね、めっちゃ久しぶりに来たんですよね。はい、ではね、早速ホームまで来ました。ネタが来るまでにちょっと練習したいと思います。周りにはね、何人か撮り鉄がいました。さあ、新幹線やってきました。こちら N700A ですね。高速で通過していきましたね。やっぱかっこいいですね。撮れた写真がこちらです。まあ、なかなかね、かっこよく撮れたと思います。この日光がね、ちょうどあの明るさをね、引き立ててます。こちらがね、後ろです。次はね、後ろから N700S がね、来ました。撮れた写真がこちら。こちらもね、高速で通過する新幹線をね、強調できていると思います。後ろはね、ちょっとまあまあです。まあ普通って感じですね。さあ、そろそろね、次ドクターイエローがね、来る時間ですね。多分次来ますね。お、来ました来ました。はい、ドクターイエロー撮りました。見るとね、幸せになると言われています。かっこいいですね。もう真っ黄色で、もう、はい、というわけで撮れた写真がこちらです。はい、こちらですね。うまく撮れました。後ろもね、まあうまく撮ったけど前がいいですね。はい、というわけでね、ドクターイエローも撮れたので早速ね、もう帰りたいと思います。こちら西明石の入場券ですね。周り結構広いですよね。こちらは、駅弁があります。撮影が終わった後にはね、撮り鉄さんとね、お疲れ様でしたと話しました。はい、今回はね、西明石駅の新幹線ドクターイエローをね、撮りました。なかなかね、うまく撮れたので良かったです。まあ、ただね、やっぱり電車の在来線と比べてやっぱ新幹線の方はね、早いので撮るのは難しいですね。まあ、慣れたら結構うまく撮れると思うけど、まあそこはね、練習が必要ですね。はい、というわけでね、まあこんなところまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。僕その他に X やインスタ、TikTok もやってるので、ぜひそこからもフォローお願いします。はい、というわけでバイバーイ。